フガムスポーツ、今回は、鳴尾記念 G3 競争の予想をしていきたいと思います。フレガムズイ予想のポイントなんですが、まあ、ローカル重賞の時期になってきました、まあ、G3 ですね、まあ、G1 っていう感じじゃない G3 ということで、まあ、そうなってくるとね、適性と展開、まあ、ローカル重賞によく出てくる馬の中で、坂が得意な馬とかね、そういったところが狙いどころになると思います、まあ。特にこの時期変更後、6月にやるようになってから、特に、まあ、人気薄がそこそこ来てるんでね、そのあたり注目してみたいと思います。 というわけで今回の特注馬想定9番人気6枠7番那須の生、まあ前走同様に逃げ馬は2頭の後ろを行ければ、まあ、坂でもね実績を出してきてる馬ですしこのメンバーの中では比較的上位の馬なんじゃないかなということでまずは特注に挙げてみましたそして想定1番人気5枠5番トリコロールブルーこの馬もね まあそこそこ連勝できていて、まあ、不良ババの結果証を無視すれば、4連勝ぐらいしてるのかな、という感じで、バ、ま、バ、あ、さえ悪くならなければ。そして、天気予報も悪くはないんでね。相当期待のノボリューマだと思って、ここは買いでいきたいと思います。まあ、そして、想定2番人気トリオン。まあ、勢いがのぼ止まったノボリューマ。そして、この馬の場合はも、ね、ノボリューマで来た。 連勝が開始したのが京都から、まあ、そして小倉までということで、まあ、そして大阪杯、まあ、G1 とはいえ負けて終わったってあたり阪神で負けてそこからその次から連勝が始まって、まあ、そして阪神で連勝が止まったというあたりここは決していいかなということでスルーしたいと思います続いて想定3番人気6枠6番マルタズアポジ、まあ、逃げの名手滝豊かに乗り換わって、まあ、そして死んだ守護馬の子は走るなんてことでね、まあ、父スコフォークの不法が 出てきたところですし、まあ、ゴスーク圏がね、まあ、少ない3区から重賞勝ち馬を出したんだぞっていうのをね誇示するためにもここはぜひ頑張ってほしいなと、まあ、開幕中の逃げ馬なんていうポイントも含めて書いでいきたいと思いますそして想定4番人気8枠11番里の信です、まあ、全然そう衰えがそんなにないことを示しましたし、まあ、G1 でこそ負けたものの一昨年の覇者そしてここは安定強化ということでこれは当然狙ってみたいと思います想定5番人気 7枠9番撃この馬はね部不安分けということもあって連勝中みたいなことで人気多少してくれそうですがここは様子見ということでスルーしたいと思いますそして想定6番人気ストロングタイタンこの馬も急坂のコースはちょっと実績に欠けるなというところがあるのでね、まあ、この次のローカル平坦馬場,場に行って、まあ、そこで狙おうかなということでここは決していいと思いますそして想定7番人気8枠10番ストレンジクォーク まあ金牌で、ね、急坂への適性を見せたということを考えると関東からの遠征ではあるんですが、まあ、比較的狙いどころかなと名称サムソン3区ですしね、まあ、この時期少し、まあ、晴れたとしても雨上がりの、ね、よく,よくあの生え揃った島というのは適性が高いと思います、まあ、以上ここんなな形ででボックスとということになるはずです。 というわけでね、えっ、ー、と、三連複のご等ボックスで僕は買おうかなと、五六七十十一というような買い目になります。以上、ハッチでした。